はね、スクラップで修理できますんで、まあ、キャンプキットいっぱいあるからね、なんとかまあ、大丈夫と思いますけどね。あと、証拠がね、テレポート覚えると楽です。行きましょう。まず、ハンドサテライト。多分、あれか、あの黄色いとこだから、あれか、南東に行っていく感じか。南東からぐるっていく感じか。メガ CD は、ま、何度も生、この動、あの動画内で言ってるけど、安くてももう2万超えてるよ、メガ CD は。ジャンク品ですら、1万5000超えるからね、メガ CD は。だから、メガ CD を久しぶりにやりたいなって思っても、もう手に入んねえよ。高い金、結構いい金出せない。この間やったライニーアレッサなんて、あれやろうかと思うとハードル高いからね。だから、なんでっていうと、多分ね、もともとほら、結局、あれ？南西に来たんだけど、あれ？ちょっと待って。使うか。まだあるよね。あと2個しかね。ブルー？あ、そんな感じ。やばいんだよ、もうレトロゲーム自体がね、値段おかしくなってるから、今レトロゲームを買おうっていうのはやめた方がいいかもしれないよね。でもやめた方がいいって言っても安くなる見込みもねえから、なんとも言えないしだね。結局は待ってたら安くなるんですかって、多分ね、ならない可能性がある。ほら、結局ほら、コロナウイルスのせいで転売屋が増えてるから、結局転売屋が増えてる結果、なんだっけ、レトロゲームが跳ね上がってるから、だって、コロナウイルス、収束する未来が見えない、見えないってことは、転売屋がいなくなる可能性も低いからね。なんだか金相場みたい。だから金だってね、上がる一方だからね。値崩れの前に流通がなくなる可能性もありますからね。だから難しいとこだね。今日さ、レトロゲームの話さしたらさ、なんて言われたかっていうと、聞いた？駿河屋、今注文しても20日で届かないらしいよ。俺今日聞いて爆笑したんだけど、駿河屋今ね、注文してもね、届くの20日以上かかるんだ。だから今レトロゲーム駿河屋頼むじゃん、来んの20日以上経つんだよ。 そんなわけねえだろって言ったら、いや、これ間違ったかな、1個下だね。だからそんだけ注文入ってるってことなんですよ。ねえ、20日っておかしいだろ、普通に考えて。20日だぜ、聞いたら。なんかね、2週間じゃもう来ないらしいで、聞いたら。2週間で。前はほら、1週間ぐらいだったじゃん。で、そっから10日ぐらいって言われて、なんか2、3ヶ月前は2週間って言われて、今ね、今20日以上らしい。なんか、なんだっけ、やべえのが、なんだっけ、
あの20日でも来なかったっていうのがツイッターで出回ってるから、もっとかかってるかもしんないね。言われてからツイッター見たらそんな書いてあったからね。あれあれ、なんかミスってる。あれあれ、取れるように見えるけど取れねえのかい。あれあれ、やっちまったな。うわ、ハンドサップ、あ、これ取れねえのかい。今どう見ても取れそうだなと思ったんだけど、やべえ、ハンドサテライト持ってればよかった。ケンバイヤーの先物取引みたいな感じだと思ってたんですけど、ちゃんと売ったりしてるんですかね。じゃねえのかね、わかんない。ヤフオク見てみ、ヤフオクと。あー、今あれか、ごめん、今メルカリか。メルカリの方で売ってんじゃん、メルカリとか。ここは取れそうに見えたんだけど取れないのか。スーバヤの最初の頃は早かったのにな。というかね、そんなにかかるんだったらさすがに人を増やした方がいいと思うんだけどね、さすがに。 あまりにも本当は20日って、あの20日もかかってんだったらさすがに人を増やした方がいいと思うよ。今時さ20日もかかるって仕事にならないと、あのならない気がするんだけど、20日もかかった。あのほら、なんだっけ、あの予約じゃないんだよ。予約じゃなくて普通になんだっけ、あのなんか、あの今日聞いたやつはなんか久しぶりにファミコンやろうかなと思って、あのなんだっけ、ソフト探したら駿河屋にあったらしくて、注文し、同士で売り返してた金での売買実績を作った。なんか駿河屋にあったらしい、安くあったらしいから注文したんだって。7月に注文したやつがまだ届かないって言ったから、あの計算したら20日ぐらい経ってんだよね。いやいや、それ20日経ってんじゃんって話になって、あのいやまだ届きませんねって話になってて、でそれ連絡した方がいいんじゃねって話になったんだよ。でツイッター見たら、あの案の定なんかなんだっけ、あの同じようなこと書いてあったから、だから多分その人が特殊じゃなくて純粋に本当に20日からかかっちゃってるんだろうね。でもさすがに20日はやりすぎだと思うよ、個人的に。買い取りはどのくらい期間必要になってるんだろうか。ああ、わかんない、買い取りはわかんない、聞いてなかったな。あ、これ下か、これですね、この白いやつですね。え、マジで？これさっき通れるじゃん、マップ見たら。え？さっきからマップが嘘をついてんだけど、おいおい、マップが嘘ついてんだけど、どう見てもマップでさ黒くなって通れるようになってるじゃん。ひでえなこれマップ。マップがひでえな。どう見てもね、マップで黒くなってるから通れると思ったら行ったらさ通れねえってどういうことやねん、なんて。北道戻んなくちゃいけないんだよ。俺北道戻んなくちゃいけないんだけど、俺北道も忘れてんだよ。帰りきついな。あ、あ、これですね。あの南、今の南の白くなってる部分に行けば OK です。あ、取れる取れる。あ
れこ確かボス戦なかった。早くすぎます。あ、ボス戦ですね。火の鳥、フェニックス。あ、弱うわ、すげえ、3000ももらえる経験値、ありがたい。フェニックスっていうと、やっぱフェニックス一気ですね。ねえ、あの旬が危機になると必ず駆けつける兄さんですね。兄さんですね。フェニックスだけやたら強かったよね。前も言いましたけど、フェニックスの名シーンはやっぱりバルゴの釈迦との戦うシーンですね。ですね。まさか生きてましたね、ラミュー。あの300年前の人間が生きてました。あ、ここからが真実。これは最初に何回もあった あの動画内で言ってますね。なんで今ルシアが急いでもらおうとしたかっていうと、真実が結構残酷な話だ。マーズ人の移民船の元々の星がラルアっていう星なんですね。さっきのルシアはラルアの騎士戦士って言ったでしょ。そういうことです。まあ要はアルシャーク、ルシアに取り付いてる精神生命体の母星がラルアっていう星です。そう、なんとね、人間ヒューマンですね。マーズ人はなんと作られたものなんですよ。ラルアによってね。なんだって。まあ簡単に言うと、なんだっけ、ラルア、アルシャー、ラルアとかは精神生命体なんで、他の生物の肉体に乗り移ることで、まあ動けるんですよ。だから他の生物の肉体がなければこの世に存在ができないっていうことですね。で、ラルアの民の、その精神生命体はいつからいたのかっていうと、宇宙の創生時かまたはそれ以前からいたんじゃないかって言われてる。だからもう 何億年も昔、まあ分かんない、この世界では分かんないけど、でそこで気がついたのが、結局ラルアとカーマ、要はカーマも同じ精神生命体で、ずっとラルアとカーマが戦ったんですよ。でこの戦いが続けばいつか宇宙が崩壊してしまうんじゃないかって気がついたんですね。うん、でもただなんだっけ、ラルアはカーマと戦うためには肉体が必要だっていう事実もあったんです。それがマーズ人だった。うん、結局マーズ人に何だっけ、乗り移った結果カーマに負けなくなったっていう話ですね。でさっき言ったドゥムナはなんだっけ、ラルアとマーズ人が融合した最強の戦士だったっていう話ですね。移民船を率いてたリーダーがね。
ただあのその結局ドゥムナーのは普通は乗り移られたらあの精神生命体の方に乗っ取られるんだけど、あのドゥムナーはあのマーズ人の本来の方の意志が強すぎて、あのラルアの精神があの支配できなかったの。その結果マーズ人を反乱に導いちゃったって話ですね。で、その結果マーズ人20億人を2万隻の 大艦隊を用意して、なんと、惑星ラルアから脱出させたってことですね。要は2万隻の移民船を、脱出させたの、うん、まあ本当にすごい数ですね。ただあのラルアももちろんただで逃がすわけにいかないんで追跡したんですね。で最後まで逃げられたのがあのドゥムナの植民船1隻だけだから、この星雲に来れた1隻だけが逃げ出せたっていう状態です。で、こんなことをやった結果ラルアはなんとカーマに負けてあの敗北してしまうんですね結局は。でその、カーマの一族はついに、ドリアス帝国まで来てしまったっていう状況に陥っているところですね。で、ドゥムナがあの得意とした秘技があのさっき言った精神生命体はなんと恐ろしくて、例えば乗り移った肉体を滅ぼしても精神生命体なんであの逃げ出しちゃうんですよ。逃げ出してまた別な精神生命体あの肉体に乗り移っちゃう。だけどあのドゥムナの編み出した秘技っていうのはそのカーマ精神生命体を肉体に封じ込めて逃げ出さなくさせるの。つまり封じ込めてその肉体を滅ぼせば一緒に精神生命体も滅ぼせるっていう究極の必殺技ですね。唯一精神生命体を倒すことができる技ですね。ということですね。でそれを使えるのは一生継ぐ、シオンだけだってことですね。だからアルシャークはあのルシアでは使えません。あの唯一これが使えるのはシオンだけです。ドゥムナの一生継ぐ。あれだよ、ライトサイドとダークサイドですよ。ダークサイドをダークサイドと戦うためにはって話ですよ。よく、まあそういう話ですよ。でこのラミューが300年生きてるのはさっき戦ったあの炎の魔獣ですね。あれの肝を食べてるんでこんな感じ。不老不死の秘薬なんですよ。あいつの着物が。だからあのさっきのフェニックス食べてるんでこいつは長生きしてるってことです、ね、さあ次はどこ行けばいいかな。あ、さっきのあれですね、王様のところに戻りたいと思います。これ歩いて戻らなくちゃいけない。テレポートがあればね、あの一発であの戻れるんだけど、まだ覚えてないもん。翔子先生早くて、待って、翔子はテレポートいつだったっけ。説明書によると、IQ が620ですね。 IQ が620、IQ が600、あと63です。あと63、先は遠いな。レベル10個ぐらいかな。あとレベル10個ぐらいかな。先は長いね。じゃあ歩いて戻りましょうか。多分逃げれない。レベル低いと思うんで。ちなみに物語がすごい壮大な理由は
もともとは多分アルシャークは多分はもっと続く予定だったんじゃないですか。もっともっとね。だけどまあ会社のいろんな都合で、続かなかった結果、あのすごいこういろんな設定が全部消えちゃったっていう昔のゲームあるあるです。昔のゲームって基本的には第一部巻とか漫画もそうか、漫画アニメゲーム全部そうなんだけど、昔よくあの第一部巻が多かったからね。で第二部はいつから始まるんですかっていうのはいっぱいあります、ね。あないね。まあ大体あのなんだっけ、あのすぐに始まんないものはあの大体第一部で終わるから。そう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 。でも結局ね、30年とは言えないけど25年ぐらい経っても連載再開してないんです。敵が当たんない理由は、精神が下がってる可能性がある。いや、重視下がってる。あと単純にあれがレベルが低いんですね。レベルが低いと当たんなかったりしますか。再開する方がまれだからね。だいたいほとんどあの第一部巻っていうのは多分 95% ぐらいは多分あのそれで終わってるからね。考えるときちんと話をね完結させる、ま、あの漫画家とかはやっぱ素晴らしいですね、本当にね。ワンピースとかって終わんの？なんかワンピースとかなんてどうやって終わらせるんだろうね。ワンピースハンターハンターは一旦終わってればよかったのに、救済記録更新とかあって笑った。あーなんかツイッターであったね。なんだっけ、81周だって81だから、1年半ぐらいもう救済してんの。あれさ、やっぱ親父に会ったところで終わらせた方が良かったんじゃねえの。親父と会って終わったら良かったんじゃねえのかな。なんか多分編集者的には終わらせないでって言った結果ね、じゃあ一回終わらせてさ別の話にするとかやったら良かったの。多分私が生きてる間にハンターハンターと多分ベルセルクは、話は第2部でよかったのに。いや多分私が生きてる間にはね、多分ベルセルクとかハンターハンターは多分終わんないと。まあジャンプ編集部が望んだんでしょうね。ドラゴンボールみたいにワンピースは4つべらに2人が結託したところにルフィが突撃してるから終盤にはなってるのかな。でもさ、今ワンピース終わったらジャンプきつくない？
鬼滅終わっちゃったからジャンプ今もしワンピース今終わったらもうきつくない？薄い売り上げとか単行本の売り上げとか。鬼滅終わっちゃったからね、鬼滅が。ちなみに30年前の週刊少年ジャンプは今で言うと上位 5冊の雑誌を足したよりも人気だったよ。鬼のような人気だったからね。ちょうど30年ぐらい前のジャンプはもうなんだっけ、1週間で何だっけ600万部で売れてたんだっけ。600万部ぐらい。ただ回し読みとか結構してる人多かったんで、多分実際読んでる人は多分1500万人ぐらいいたんじゃない。いやもっといたと思うぜ実際。多分当時のなんだっけ、多分学生とかは多分ほぼみんな読んでたんじゃねえのかね。大体がね回し読みとかしてたから、お金がないからね、回し読みとかしてたからね。私の家にいつも甥っ子とか来て読んでまして、甥っ子の友達とか来てみんなで読んでて。鬼滅一人がいたら全員に回っていきますね。そうそうそう。なんか当時高校生の甥っ子は何だっけ、1週目で買うやつと2週目で買うやつを分けたらしい。あ、頑張ってほしいね。あれあれあれ今あれ今母性を探してます。そう、テレポートがあれば。ああ、私はいつも買って家に持って帰ってたんで、持って帰ったやつを甥っ子とかに読んでました。あれ当時200円ぐらいじゃなかったっけ。確か200円ぐらいだったよね、ジャンプ。俺180円とかもあった記憶があるな。ああ、たどり着いた、やったやったやった。ごめんごめんなさい、適当に適当に行ったらたどり着けました。180円時代ありましたね。ジャンプ結構安かったからね、昔はね。今は高いかもしんないけど、昔は安かったからね。ジャンプ80円だったのが消費税で200円になって 5% で210円でしたね。ああ、そうだったか。覚えてない、そこまで覚えてないんだ。すごいよね、180円とかだったからね。自分は190円が買い初めでしたね。俺いくら、俺100、あれ160円ってなかった？確か俺そのぐらいで買った記憶があるの。ちなみに子供の頃は貧乏で漫画なんて読めなかったんで、漫画読み始めたのは高校生ぐらいからですね。高校生、いや何を読んだか言うと年バレるか言わねえけど、高校生ぐらいになって、一緒に働いてたなんか先輩がたまたま職場に漫画持ってきたのかな、週刊誌を。でそれ読んで漫画面白いなと思って、本屋に行って漫画読んでから漫画買ってた記憶なんだ。
筋肉マン久しぶりにさアニメあのアニメ見たんだけどさ1996年から200円になり今は270円のようです。ああだそうです。あのさそうすると大体私の値段が分かってたね